だからマサルの歌がすごく上達してるのが分かった。かっこよかった。めいちゃんにギュッてしちゃったのにどうしてめいちゃん誰のことだい。わらべだですよ。わらべだ、わらべだです。だってさ、ギュッてしてしまったのはリハーサルですね。この開花宣言、それまで本当に会ってなかったんすよ。わらべだに全然会ってなかったから、この開花宣言でリハーサルしにね、スタジオに行った時に控え室、割と俺いつも集合早いんだよね。行くと、まあ、誰か一人二人いるかいないか、もしくは一番目ぐらいに着くんだけど、その日はわらべだだけポツンって先に座ってて、はっ、わらべだがいる、うわー、わらべだだーってなってガバッとしてしまいました。はい、ガバッてしたくなるやん、ちっちゃくて可愛いものって。しょうがないね、そこにロリがいたら仕方ないんだよ、うん、ぬいぐるみじゃないんだぞ。俺わらべだのことぬいぐるみと思ってる節あるな。なんかわちゃわちゃしてめでたくなるじゃん、ちっちゃくて可愛いものはよ。しょうがないじゃん、だってそこに小さくて可愛いものがいるんだからよ。なんかね、わらべだ妹みたいなんだよな。別にわらべだにお兄ちゃんと呼んでほしい、そういう欲はないんだけど、わしゃわしゃしたくなるね。俺にとって都合の悪いコメントは拾わないぞ。なんだ、シャープ小さき者たち、でどういうこと、よくわかんないな。いきます、コラボ1位でーん。